ビッグ・ブラックは1981年から1987年にかけて活動していたアメリカ、エヴァンストン出身のパンクロックバンド。スティーブ・アルビニが、ネイキッド・レーガンのサンティアゴ・デュランを、ジェフ・パツェッキと共に結成。1985年に、パツェッキに代わりデイブ・ライリーが加入している。解散までに2枚のフルアルバムを発表している。ビッグ・ブラックの攻撃的でノイジーな音楽性は、 金属音的なギター音とドラムマシンの使用によって特徴付けられ、インダストリアルロックの先駆けとされている。また、スティーブ・アルビニによる作詞は、殺人、強姦幼児愛、放火、人種差別、女性差別といった社会のタブーとされる事象を積極的に扱っている。彼らは、また強固な信念を持ち、 商業的な音楽を寄付し、契約書に署名したりするようなビジネス的なやり方に縛られる従来のロックバンドのあり方を否定している。一方で、自身のツアーの契約は自ら行い、レコーディングの費用は自費で賄うなど、自分たちの仕事に対して厳格に取り組む姿勢を持っていた。彼らのストイックな姿勢は、後のインディーロックやアンダーグラウンドロックの発展に大きく、 貢献することになった。ありがとうございます。